走り込めてわーって感じてもらったよ。こいだね、何発でロケットになってる。戦ったらよかった、まだ変わらんねえよ。あー結構引っ立つわいね。あーやっぱゆっくり絡めてここに一列だけよ、ゆっくり絡めて。さっきまで株上がることやったら何か詰まってた。ああ。さっきんとで。あげてんよ、ガドバってめんどくそうしね。おお、たっぷり開くとしたら
Thank you.
サイズ。
連絡ありませんって言ったら、50中ごてなの。嘘。残った。6センチ、7センチ。自信じゃ。いや、おい、将来の愛やけんね。自分の姿と一緒やけんね。折りがごて腰、折りがごて腰が使えらんけん、もうちょっと少なかろうじゃ。どんどん縮む。そう、塀がないよ。石垣が。ここさてやんかしたら欲しかった。いっちゃんピアノとつけてやった。その辺の世界観なんかあれね、スムーズね。何が？ピッピッ。来ましたよ。
当にまっすぐ行くしかない。ここだけ鳥が行く、この辺も先にね、うん、西方がまだ片方なんで、ここがやろ。遠いか。50中越えてないの。そう。残ってたらもう6センチ、7センチぐらい。縮んじゃう。いや、おい、将来の愛やけんね。自分の姿と一緒やけんね。折りがけて腰、折りがけて腰が使えるんけん、もうちょっと少なかろうじゃん。どんどん縮めよう。いかんねん。はい、やっぱ腰曲げるけん。腰が使わけんだろうね。余計みに多かっちゃうね。ね。かがむ仕事も多かろうけん。おお、多かった。よいしょ。ごめんね、ありがとう。ダンプはどこに配置というか。真ん中の横が。家の方に。まさあきが田ん中。戻して、うん、よかつ、うん、おいが足るけ、おい、熱湯で使うけ、あの、まさかと油入れになったな。いや、そんなまっていくらかな。いくらくらいだと、まあ、聞かねばわからんね。おい、マークの使ったことないけ、今おスマートフォンをですね、音楽聴けますので、ぜひ快適な作業ができるんじゃないかなというふうに思っております。で、あと、
3番目でですね、スマート化への対応ということで、こちらの特殊仕様のグッドコテスト、ちょうど見ている西側の方がグッドコテストなんですけれども、こちらの特殊の仕様のですね、まず照明の展示をさせていただいております。
そのほかにもこの2023年を迎えまして、久保田の最先端の高さからといたしまして、1月末から3か月間、60、65、70番機と新たに特急81号が採用されたドライバーも。これまで実現の技を行いまして、見立てや保温作業などバッチリで行う作業で、この機械で技術機能を使っていただきますと、誰でも簡単にバッチリに、そして時間を少なく作業ができる。この熱中症の60番機、65番機、70番機
迎えまして、こちらの新しいキャラクターレクシオシリーズから直進アシスタントの入力機能が搭載された。